ハイレオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、仮面ライダーガイムビックラ卵です。ビックラ卵の仮面ライダーガイムバージョンもついに出ましたね。パッケージには相変わらずの4ライダーでグリドンさんはいないです。そして今回のビックラ卵の香りはオレンジじゃないんですね。まさかのフルーツミックスの香りです。フルーツミックスしてますからね。そして中には人形入りでラインナップはこんな感じです。ガイム、バロン、龍玄、残月、パインアームズ。中には何が入っているのか非常に楽しみですね。では開封していきます。ちなみに最近はなぜかバロングッズが増えてますので、狙うはやっぱバロンですね。中身はこんな感じでオレンジ色のビックラ卵が入ってました。ちなみにこの時点だとなんかいろんなフルーツの匂いがします。じゃあぬるま湯を用意しましたんで投入します。ビックラ卵オンステージ。おおやっぱりビックラ卵盛り上がりますよね、このシュワシュワ。じゃあシュワってる間に花道をオンステージしましょう。おお落としそうになった。危な。はめますよ。よし、ロック。テレレーテレレー。危ない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 。オレンジスカッシュいっちゃいましょう。あ、オレンジスパーティングか。そろそろ終わりそうなんで変身解除。おい、はい、終わりましたでしょうか。お、何かな、最後の最後までシュワシュワ言いますからね。じゃあ最後はちょっとシャバシャバして拭きましょう。そして中身は、やったバロン、やったー、一番欲しかったやつですね。これで僕のバロンコレクションがまた増えました。後ろすごいシルバーです。もう赤い部分なんてないですね。でちゃんとバナスピアを持ってますし、表側はもうゴールドになってて、キングフォームとかエンペラーフォームみたいになってますね。フルーツミックスの匂いなんですけど、そこまで匂わないですね。ウルトラのグレープの香りとかに比べたら全然きつくないです。まあ透明度も高いですし、あとオレンジがまた綺麗ですね。ちなみにこれはストラップホールがあってスイングになりますけど、中にチェーンとかは入ってないですね。というわけで、ガイムの初ビックラ卵は仮面ライダーバロンでした。はい、ということでガイムのビックラ卵を開封した結果、仮面ライダーバロンが出ました。ちなみにこれで僕のバロンのコレクションも6体になりましたね。アームズチェンジのバロンがあまりにもかっこよかったんで、一気にバロンが気になってるんですよね。順調にコレクションも増えてってますから、またバロンのアイテムがあれば狙っていきたいと思います。以上、仮面ライダーガイムビックラ卵の紹介でした。